さあ、前回王子さんに、逆襲されたところからの続きになります。これにて表情を終える。66日後ここくらい落とせんじゃないか。取引を行いましょう。直しとかなきゃな。はしちゃう。動きを封じよう。いいぞ。いいよ。使いの者が来たようです。え？急にどうした？いいよ。急にどうしたの？なんか落としたりした記憶がないんですけど。滅びるがよ。ここでやりましょうね。我に続け。みんな勝ち時を上げよう。よし、いいぞ、いいぞ。いけ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 。なんだよ、もう終わりか。ことじけなし。入りましょうか。戻るぞ。どうなんのかな。まあ一回やってみようか。待機せよ。ここはね、もういいよ。あ、スーさんとやっぱり一回やる感じですね。いいでしょう。報告いたします。勝手に仲良くなってるな。もう勝手に同盟結んでしまおう。いいよ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 。この辺はもういいんですよ。三好さんとは長くしとこうか。かしこまりました。あ、島津さんと同盟結べるな。あ、あ、同盟結べないのか。かしこまりました。あ、お城直しとこうか。はっ。ねえ、スエさんね、スエさん一回叩いておきましょうよ、バシバシってね。よし、さあ行きましょうか。今は死ねぬ。うん、ことじけなし。ほんと人使い荒いですね、明月さんは。これで、まあ、こうはしていいでしょうね。こうはしていいでしょう。うん、まあいいでしょうね。待機するぞ。よし、一回言っときましょうか。まあこっちは砦もありますから、まあ楽勝でしょうな。うん、楽勝でしたね。あ、魔界層雲さん。騙し抜き、勝ち抜く、それが乱世の正道よ。かたじけない。手を打つ。はは、村上さんは同盟結んでるのか。あ、すげえいっぱいいる。
陣する。帰ってもらいましょうかね。戻るぞ。これもいいでしょう。戻るぞ。兵糧は高くつきましたけどね。待機せよ。はいはい。大義は我らにあり。手を打とう。多分大友さんがね、そろそろ仕掛けてくると思うんですよね。2200の兵糧ならいいでしょう。こうやって同盟出してくれてる、同盟じゃねえや、援軍出してくれてるうちは、前も言いましたけど、宣戦布告できないんですね、相手に対して。これで同盟みたいな環境にしておきましょうよね。亡類か。結構出てくるね。結構ね、来てくれますね。兵糧1万はきついな。これでも出撃してくるか。例のやつやりましょうね。ちょっとめんどくさいけど。あー、やっぱ出てくる。あ、これだと負けるかもしれないな。いざ参ろうか。まあいいでしょう。負けたら負けただな。単純に兵力勝負なんで、オートだとね。ね、九州統一とか言ってみたら何やってんですかね、本当に。まあ、こっちの方がね、面白いかなと思ったんですよ。めんどくさいですけど。結構ね、面白くやろうと思うと頭使うんでね、楽しいですよ。普通にクリアするより。よし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 。行こうか。動きを封じよ。これちょっと兵を温存したいので、普通に強行なしでいきましょうね。使いの者が来たようです。あ、遅いよ。一条ってこっちだよね。うん、遅いでしょ。ちょっと武将が欲しいんじゃ。大友さんはもう存分に働いてもらいましょう。報告いたします。あー、米が足りない。すごい、鍋島さんが14歳で。あー、やったね。これでだいぶ戦力が上がりますよ。おー、すごいね。嬉しいですよ。あ、14歳で家中筆頭ですよ。恐ろしや。前線に行ってもらいましょうか。どこかな。行け。かしこまった。あ、誰もいねえ。
大野さん入ったばっかりでやる気ないってどういうことじゃ。やる気がないのに来るってどういうことじゃ。あ、兵糧買うとかっつって買えてないじゃないですか。この城いただくとしよう。いらっしゃい。行くとしようか。1月か、ちょっと米足りないね。4400か。4400なら勝てるんじゃない普通に。あっこれね、三好さんにやってもらおうよね、せっかくなら。普通にやるとつまんないですから。そうそう、三好さんとやってもらいましょう。負けてもいいですからね、三好さんは。手を打とう。そうそう、行こうか。手を打とう。さすが。え、もう強行でいいでしょう、ここはね。悪いが、負けられぬのでな。あ、じゃあこっちも取ってもらおうか。いざ参ろうか。帰ろうぜ。手を打とう。病には勝てるか。取ったら、一回収録を終わりにしようと思いますね。報告いたします。ちょうどね、米もギリギリですよ。実際はですね、こういう面白プレイすると結構きついだけなんで、あんまりおすすめはしないですね。さあ行きましょうか。包囲せよ。帰ろうか。ありがとうございます。いやー、やっちまいましたな。多分大友さん来ますよ。大友さんもなんでアキツキの味方してんだろうみたいな感じですよね。よくわからんなーって感じですね。さあこの辺で、セーブしたいと思います。一応念のため、あ、これテストプレイのマリアさんですね。冒頭にも言いましたけど、早指しのマリアって言ってすごい短時間でクリアする、この配信プレイしようと思ってますね。このテストプレイになってます。一応面白そうかどうかは、試してますので、秋月さんもそうですね、面白そうかどうかはやりますので。はいはい、セーブしますね。さあさあさあ、以上でございます。次回どうしよっかね。遅刻統一しちゃうか、先に。なんか僕が嘘つきみたいな感じですけど、まあでもあれですよね、九州統一したら終わるって言ってますから、別に嘘ではないですよね。こんなところで終わりにします。またお会いしましょう。すいません、終わろうと思ったんですけれども、編集してみたら時間が非常に半端だったので、もう少し続けさせていただきます。次回の収録から少し時間が経っていることと、早指しのマリアという、実況配信プレイ、週末にやっている生実況なんですけれども、それからやってるんで、ちょっと頭がですね、秋月さんにまだ戻っていないんですが、まあやっていきましょう。それはね、私の勝手な都合ですから。そうですね、長宗我部さんにはすごく頑張ってもらったんですが、
滅んでもらいましょうかね。怒られちゃうかな。4月でしょ。6月に攻めましょうか。ね。行きましょうか。まあその間に誰か攻めてくるかもしれないです。今っていうかつい最近なんですけれども、配信の実況プレイしまして、早寿司のマリアっていうんですけれども、生放送だと収録よりもすごい疲れるのが分かりました。特にこのプレイだとすごく大胆なことしてます、したみますので、失敗したらどうしようとか思っちゃうんですよね。別に失敗しても何とも思われないんですけど、本当はね、自分だけ気にしすぎてるだけなんですけれども、毎週ですね、日曜日、ちょっと私の都合で午前中なんですけれども、しばらく、早寿司のマリアっていう感じで、まあ、終わるまではやっていこうかなって思ってます。11時からですけれどもね、まあ、見れない方は、後で録画したやつが見れますから、そっちの方は無編集でやってますので。取引を、お、三好さん、あ、荒木さん、いいね、強い人に来てもらおうよ。あ、もう来れないの。まあ、三好さんでいいでしょうね。富山さん、相変わらずですな。通れるよね。どうしよっか。大友さん、富士しとこうか、一応。まあ、岡城でいいでしょうね。この辺もね、実況プレイだとあまり悩めないんで、早指しにしてるんで。誰くんだ。じゃあ変身頑張りましょうね。はい、槍で勝てんじゃねえかな。進むのだ。米でが足りないんでもらいましょうね。くれ、お前くれ、米くれ。はっ、よい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 よ。さあさあさあ、どうなるかな。まあ、仮に負けたとしても相手も兵は傷つくはずなんで、よしとしましょうね。長宗我部さんもびっくりですよね。味方してやったじゃないかみたいな感じですよ。入ってみましょうか。どうなるかね。あ、いいよ。あまりね、過去に興味がないんですよね。勝てるかな。おお、くれなくね。あ、勝てないかもな。勝てない戦するのもな。ああ、鉄砲で行ってみようか。出陣する、行こうか、出陣しよう。5ヶ月ですよ、今いいでしょう。はいはい、ほっとくよ。あ、ああ、ライバルが勝手に死んでしまいましたね飛ばさなきゃよかったな報告いたします。ご命令を。はいはい、行きます。いいぞ。あ、早くね来るの超早いんだけど。あんた、もうこれ負けるかもしれんな。我が力お見せしましょう。あ、平地ですね。あー、これ全軍突撃じゃねえか。わあ、やばいぞ
ああ危ない。なんとかしろ。どう。いやおすげえ勢い、全軍突撃はやっぱ強いですから気をつけないといけないですね。勝たねば生きる道はなし、それが乱世。志果たすまで死ぬわけにはいかぬ。ダメです。えどうしたの、ちょっと待って、どうしたなんだよこの謎スクロール、たまにあるんですよね。この城もらい受ける。まあテルコデンからもそうですけど、ちょっと普通じゃないことしてるから バグっちゃうんですかね。とんでもねえな。あ、家宝持ってる。なぜだ。承知いたしました。ちょっと やるだけやってみましょうか。大義は我らにあり。どうした元山さん、なんで味方にならない。まあ編成頑張りましょうね。例の編成でいきましょうね。3800しかいけないみたいなんで、まあ、4500でいってもらいましょうか。ね、3200しか入れませんから、あんまり大勢でいっても意味ないですよね。進め。進んでくれる、いいね。承知いたしました。浦上さんがなんで生き残ってるのかちょっと不思議ですよね。はい、たまたまこれはね、皆さんご存知のように、ここ行ってもらいましょうよ。あ、これじゃ脅しにならないのか。ああ、なるほどね。あ、これでやっと脅しになるんだ。なるほどね。これ帰ろっか。戻るぞ。ずるいよね、これね。ご詰めで行こうか。進め。お、すげえ勝った。まあでも兵数減りましたからね、都合いいでしょう。いいですよ、これ勝てるでしょう。1000ちょ、インチキですからね。インチキはマリアさんだった、ごめんなさい。ね、揺るがないでしょう。ああ、はいはい。お、楽勝。たわいもないものだ。さあ、講和しましょう。毛利さんとは講和しますよ。は。で、浦上さんには、
どうしよっかな。野上さんね、ああ、カイロで行けるからいいでしょう。大義は我らにあり。よー、ありがとう。あ、応じてくれないって。あ、山田さんと天子さんが来てくれるじゃないか。まあこんなもんでいいか。進め。よし、みんな頑張ってくれ。恐ろしいこの遠隔操作。はは、三好さんと一回同盟結んでおきましょうか。は。山田さんとも同盟結んでおきましょうか。は。病には勝てぬ。え、早っ。え、早っ。何にも滅んでいただきましょうな。大義は我らにあり。いいよ、素晴らしくいいですよ。また荒木さんに来てもらいましょうね。いいよ、素晴らしいよ。山田さんにも来てもらいましょうね。最初このやり方とんでもないなって思いましたけど、だんだん慣れてきちゃいましたね。あ、じゃあ行ってもらいましょうかね。編成頑張りますね。ね、場所変えてやりましょうよ。進め。はい。ああ、ちょっと尺を伸ばすためだけにやったんで、非常にいいところですけど、この辺で今日は終わりにしたいと思います。またよろしくお願いします。失礼いたします。